あんこうの味佐藤鉱石数日前ちょっと暇があったから水戸の常輪公園へ乾杯に出かけていったしかし水戸は湘南地方と違い監獄であるから梅のつぼみは今なお固く杖引く人の風情も浅かったけれどもひどくおいしい料理を魚にして一杯やってきた その料理というのは、あんこうのともずである。あの、大褐色を呈したあんこうの肝を蒸して、これをすり鉢ですりつぶし、酢と少量の砂糖を加えてかき混ぜ、これにあんこうの白肉の蒸したものを薄く切って、つけて食うのだが、これはいける。おかげさまで、まことに美味しく、酒が喉へ滑り込んだ。東京近県でとれるあんこうは、 肝が素晴らしく大きい上に味がよろしいのであるが東北方面へ行くほどその海でとれるアンコウの肝は小さくそして味がよろしくないそこで口さがない魚菓子の若い者などは肝っ玉の小さいものを指してあれは陸奥のアンコウだといったものである味は結構だが形はグロの魚である体の全面いっぱいにしめる 大きな口を持ち、アンコウ骨が体の下半を取り回し、鱗なく粘液で覆われ、イボのような突起があり、霊褐色に炭褐色の斑点があるところは、陸上を這い回るガマに彷彿としている怪物。怪物であっても、その性生活を見ると、甚だ洒落ている。生物学会の長老、東大の岡田要理博の研究によると、 深海に住むリノヒリネ・アルジレスカと呼ぶアンコウの一種のオスは、メスに比べると、その体の大きさが十分の一もない。そして、デッパの持ち主である。そこでメスに出会うと、メスの下腹部にそのデッパを引っ掛け、さらにその皮膚に吸いつくが、長らく吸いついているうちに、メスの腹部の皮膚とオスの唇とがくっついてしまうのだ。 つまり、オスの体はメスの体の一部となって、血液の輸送を受けるから、餌を食べないでも生きてゆけることになる。従って、働く必要がなくなる。まず、神唯のご亭主さんというところだろう。だが、一つの使命を持っている。また、一つの財産を持っている。それは、性能だ。メスに配偶を求める気が来ると、オスは、 メスの下腹部にぶら下がっている位置を利用してその性能から性を放出し卵に与えるだけが唯一の仕事であるアンコウのオスの一生は誠に安楽だ岡田博士という学者はいろいろなことを研究している人である一つの動物のその性をオスからメスに変えメスからオスに変える研究に成功している すなわちこれは、メスの卵巣を除去して、そこへ性能を移植すれば、幾日かの後には変成するという次第なのだ。オスをメスに変成させることも同じ方法でよろしい。ところで私は、先日解剖学の権威、東大の小型医博に会ったとき、人間の性を変えることはできないかと問うたら、小型医博は、 人間も下等動物に対するのと同じ方法で変成させることができる。しかし人間は高等動物であるから、組織が複雑で卵巣や性能を他か移植しても、神経、血管、筋肉などをつなぎ合わせねばならない。それが今の医学ではうまくいかない。医学がもっと進歩して、人間の肉体の組織をいけるがままにつなぎ合わせることができたら、 今日の女性は明日の男性、今日の男性は明日の女性ということになりうるだろうと答えた。どなたかアンコウのオスになりたい方や明日の女になりたい方はありませんか